こんにちは、上です。今日は9月の4日の月曜日です。ということで、移動になったんで Vlog やっていきたいと思います。今23時25分でさ、久しぶりに12時回る前に出てきたでしょう。だもんで、ちょっと風呂に行きたいと思います。なんか風呂も全然行けてないんだよね。最近めちゃくちゃ忙しくてさ、2週間ぶりぐらいじゃないかな。ワクワク。もうサウナでさ、全部流したいわ、本当に。疲れと、なんか体の中の悪いもの。ほんで、その後帰りにラーメン食って食うから一緒でしょ。悪いもの入れてまた太っていくでしょ。最近さ、6キロ太ったんだわ。1ヶ月で。やばいでしょ。さらに、髪の毛切ったらさ、なんか本当に、あの人みたいになっちゃった。ミサイル撃ってくる国の人。なんかって、こう手拍子、拍手しとったら、もうそっくりでしょ、今。これなんでさ、こんな髪型にしたかっていうとさ、俺、いつもはさ、もうすごい短くして、シャシャッと準備できるようにしとったんだけど、後頭部にさ、もうずーっとハゲがあってさ、まあ、多分ストレスなんだろうけど、10円ハゲってやつ。ほんでなんか、たまに触るじゃんね。こう今もこう触るじゃん。ツルツルなの、これ。ツルツルでめっちゃ気持ちいいんだわ。こんな感じでずーっと触っとったらさ、どんどんでかくなっちゃって、10円が、500円ぐらいになっちゃって、だからそれを隠すためにさ、短髪をちょっとやめて、まあ、横だけこう、短くしてさ、バリカンで、で上だけ残して、ハゲ隠すためにやったら、なんかミサイルの人みたいになっちゃってさ、ほんで6キロ太って、ますますミサイルの人みたいになっちゃってさ、まあそんな感じの毎日ですよ。まあこうやって久しぶりに風呂行けるのはちょっとテンション上がるけども、まだちょっと、映像のやり取りをしてる最中で、だけどちょっと今別の仕事があったもんでちょっとやって、ほんで今から風呂行って、もう一回映像の再構成をして、多分それで、完成だと思うんだけども、そんな感じでございます。なんかさ、盛り上がるシーンってあるでしょ。例えば今だったらすごいさ、ホストとかがもうすごいできとるわけ。うちの街はね。まあそんな、どこにでもできるわけじゃないけどさ、歌舞伎町とかさ、まあ今名古屋と女子大工事とかもホストとかすっごいできとるでしょ。でそういう盛り上がるシーンって必ずあってさ、で20年前はやっぱりうちみたいな音箱ってすごい盛り上がってたの。クラブヒップホップとかさ、パンクとかライブとかさ、なんかすごい盛り上がったので、俺思うのはさ、まあ思うのはっていうか、まあこれ間違いないことなんだけど、やっぱり夢とか希望があるシーンっていうのは盛り上がるわけですよ。将来性があるとか、まあ、将来性とはちょっと違うか。例えば今のホストとかなんかはさ、一攫千金みたいな、もう整形してイケメンになってホストで酒売りまくれば3億5億10億稼げるぞみたいな、なんか夢があるでしょ。ほんでなんかそういう俺ならできるみたいなパワーある人間が集まってくるもんで、そのシーン自体がどんどん活性化されて、競争が生まれて盛り上がっていくと。まあバンドなんかもそうだったよね。まあ今もそうだけどさ、夢があったもんで、すっごい俺はバンドで売れるんだみたいな、まあそういうのがしのぎ合っとるもんで、こうどんどん盛り上がっていくみたいな。まあ今はそういうのがないから、だからそれが何になってったって、そのホストとかYouTube もそうだよね。YouTuber みたいなさ。なんかこれ頑張れば、なんか、ああいうヒカルとか、ああいうのみたいになれるつって、大金持ちになって、なんか楽しそうな毎日を送れるみたいな。なんかそういう風に盛り上がっていくわけ。だけど、ほとんどの人が挫折してやめていくじゃん。例えばホストに夢見て行ったって、現実見てさ、こんな厳しいんかよ、みたいななんか文句言ってさ、YouTube やったって、全然チャンネル登録伸びんし、こんだけ頑張っとんのに、とか言って、やめてく、まあ、やめてった人とかなんていっぱいいるでしょ。だから、俺なんて本当に、50人しかおらんのにさ、アホみたいに毎日やっとるでしょ。だから、まあ、いかんの、50人もだね。本当にありがとうございます。50人も登録してもらってありがとうございます。だけど、ずっとやっとるでしょ。で、確かにさ、他の何万人とかいう人が見とったら、もう本当に、なんだこれと思ってやる気なくなってくるわってなるかもしれんけど、俺が見てるのはそこじゃないから続けれるわけで、
ホストなんかもそうだと思うけど、お金ばっか見とるもんで、じゃあ現実全然もらえんやんとか、こんなにいっぱい働いとんのに全然もらえんやんって、その部分ばっか見とるからやめてくわけ。なんか結局さ、バンドもそうだわ。なんかこうやって一生懸命やっとんのに、スタジオ入ってこうやってやっとんのに全然売れんやんって。で、やめてくわけ。まあ、そりゃそうだよなんて俺普通に思うわけ。なんかさ、そのまあ継続していくっていうのも確かに必要なんだけど、そんなに時間もないっていう場合もあるでしょ。じゃあ3年間でここまでやったらいけたら続けてこうとかやめようとかっていう、まあ1年でもいいや。なんかこうみんなさ、そのゴールばっか見てさ、そのゴールに行くためのプロセスを見てない人が、そういう夢とか希望がある世界に飛び込んでって、ほんでやめてったりとか挫折してったりとかするっていうのは、なんかすごいわかる気がするわけ。なので例えばそのホストになって3億円プレイヤーになるためには、まあ、知らんけど、俺ホストのことはちょっと全然語れんけど、ちょっとやめとこう。ホストを例え話にするとお前北朝鮮のくせして何言っとんだって言われるもんで、あのちょっとあれだな、ホストじゃない、じゃあバンドにしよっか。バンドだってさ、じゃあ最終的にはさ、東京ドームでやりたいですとかって言って夢見て始めるで、いろんなライブ活動したりとかCD 作ったりとかするでしょ。だけどいきなりそんなできるわけないじゃん。じゃあそこへ向かうためには、まずコンスタントにちっちゃい箱で、まあうちみたいなライブハウスでスタンディングで100人ぐらい満員になりますと、でやるたびに満員になりますって、まずそっからでしょ。でそれを作るためにはどうするんだとか、何が必要なんだっていうのを考えて、まずはその一歩一歩目標を立てて、それをクリアしたら次の目標、それをクリアしたら次の目標ってやっていかないと、どんだけ夢とか希望がある業界だろうがさ、そんなもんいきなり達成できるわけがないでしょ。だけど見とるとさ、ちょっとやればそのなんて、要はみんなゴールをさ、3億稼げますよホストはとかさ、バンドはもう売れたらもうめっちゃスターですよみたいなゴールばっかみんな言ってるから、そのプロセスなんて誰も言わないでしょ。だからそのプロセスにすっごい努力があるけど、そんな努力なんて誰も教えてくれんじゃん。俺も言わんし、みんなそんな努力なんて言わないでしょ。だからこうやって表向きに喋っとることだけを聞いて、あ、この人いいよなとか、こいつでもできるんだったら俺でもできるなって思いがちなんだけど、みんなね、そのプロセスの中にめちゃくちゃ努力しとるでね。でその努力っていうのはほとんどの人は外には語らないでしょ。だからやっぱりそのどんな業界だろうが夢だろうがなんだろうが、どんだけ努力したかっていうのも大事だし、まあ、当然運もあるしね。その人が持っとる運っていうのも当然関係してくるから、まあ、努力すれば全てが報われるっていうのは俺はちょっと違うとは思うんだけど、だけど結局みんなそのいいとこを見て飛び込んで、で現実を知ってやめていくみたいなのをすごい今まで見てきたからさ、こういう仕事をしてきてですね。だからこそ、なんか今の時代だからこそ現実を見てさ、こうちっちゃいというか一歩ずつ目標をクリアしていくってことがすごい大事なんじゃないかなと思って。だからその夢とか希望があるところっていうのはみんなさ、なんか行くんだけど、やり始めるんだけど、そんな甘くないよっつって、そのよく見えてるのは本当にゴールだったりとか表向きのいい部分だけだよっつって、どんな業界でもやっぱり大変だしね。だけどまあやっぱり夢があることやりたいっていうのはね、人間だったら当然だし、だから俺らもその夢があることをやろうと思ってやってるからこそ今も頑張れるわけだし、なんかそんな感じで夢とか希望があることをやってく、でそういうシーンっていうのは盛り上がってくんだよっていう、なんかそんなような話でした。ちょっとまとまらんけど、よし、今23時35分だからあと10分ぐらいで風呂着くからさ、もう1時間ぐらいサウナに入ってゆっくりして、また編集の続きをやっていきたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。